はい、中3の英語ですね、中間テスト対策です。プログラム 4-1 ということでね、分詞の形容詞的用法、さらに言うならば現在分詞を使ったものですね。現在分詞っていうのは動詞の ing 形ですね。何々 ing、 あれを、名詞の後に置いてその名詞について説明を加えるということでね、まあ要は修飾してあげようということなんです。まあ授業の中ではね、ほら、前から後ろ、後ろから前とかっていうのをやったんですが、この教科書の中ではですね、もうすべても後ろから前パターンですね。ですから、名詞がポンと置かれて、その後に ing というのが、まあ、すべてということだったようですね、ということですね。はい、だからまず例文ちょっと見てみますと、はい、I know the girl。はい、そして playing the piano ですね。はい、ing の現在分詞がここで使われてるわけですね。はい、そして、まあ、ね、後ろに語句を伴ってるということですのでね。はい、これで playing the piano。ね、何々している。はい、何々しているという意味になりました。この現在分詞の形容詞的用語ですね。はい、なんで、私は少女、女の子を知ってるわけなんですよ。おぉ、どんな女の子なのかな。それが、はい、この playing 以下。ね、現在分詞以下で説明されまして、はい、ピアノを弾いている女の子。はい、ピアノを弾いている女の子。はい、こんな具合になりましたということですね。はい、私はピアノを弾いている女の子を知っています。はい、こんな調子です。さあ、ではね、まあ向こうほどね、穴埋めの問題ね、拾い上げてみました。私は庭を掃除している少年を知っています。はい、そうだな。だから、はい、ここで、はい、庭の掃除ない、掃除をしている少年ですよね。はい、ですので I know the boy。 はい、少年を知ってます。はい、だから掃除してる、まあヤードっていうのが、まあ、庭ということなので、はい、掃除するっていう動詞の ing 形を持ってくればいいんです。そう、お掃除するは何だっけっていうことになると、はい、クリーンでしょうか。はい、ですのでそのクリーンを使ってあげての、はい、 ing の形、クリーニングですね。はい、 the yard ね、なんていう風なことで、はい、 I know the boy cleaning the yard ね、私は庭を掃除している少年を知っていますということになったんだね。はい、続きます。コンピューターを使っている生徒は亮太です。はい、コンピューターを使っている生徒、はい、コンピューターを使っている、はい、生徒ですね。はい、ですので、やはり、まず、ここではさっきもさ、少年っていうところまで書いたわけですから、はい、生徒っていうのを書いてあげましょう。そしてその後に ing の形でコンピューターを使っているというふうにしてあげたい。はい、ですので、はい、英語の場合はだから、生徒だな、まずな。生徒。ね。はい、student。はい、student。student。はい、the student。はい、そしてコンピューターを使っている。はい、使うですね。使うってなんだっけ？おい、use だ。はい、ですからその use を ing の形。e で終わってる言葉は e を取って ing でしたね。はい、ですから the student using a computer is 亮太。はい、こんな具合になりました。木の下で眠っている猫を見なさい。はい、木の下で、はい、眠っている猫。ね。はい、だからやっぱりだ、猫をまず書いてあげましょうよね。その名詞をまずポンと置いてあげるわけですね。はい、ですから、ザー、あ、違う、look at the なんたらね、look at the 猫。はい、cat ですね。はい、どんな猫を木の下で、あんたらで、ん、木、デスク、ん、木、なんだ、机だな、な、木、もう一声だ、これね、もう一声、はい、作りましたね。はい、ということですね。はい、ということなんで、猫。はい、ですから、眠る。はい、眠るってなんだ？はい、眠る、スリープだな。はい、ですので、スリープに ing を持ってきてあげて、sleeping under the desk ですね。はい、look at the cat, sleeping under the desk。はい、こんな具合ですね。はい、慣れてきましたね。はい、ケーキを作っている。はい、ケーキを、はい、作っている少女ですよ。はい、ですからやっぱりまず少女を書くのね。はい、ですので、まあさっきもね、同じようにね、 the boy でありましたけれども、はい、ここで the girl ですね。はい、どんな、はい、ケーキを作っている。はい、ケーキとかを作るはね、クックではなくメイクを使ってあげましょうね。はい、ですのでメイク、やはり E で終わってます。はい、ですので E を取っての ing、 making a cake is 美化。はい、こんな具合ですね、ということですね。
はい、数学を勉強している。はい、数学を勉強している少年。まあ、少年少女のパターン、今日はよく出てきましたけどもね。はい、ですから、やっぱりまず少年書くんですよ。はい、そして数学を勉強している。それをその後続けてあげるわけだね。はい、ですので、少年、the boy ですね。はい、勉強するは study だ。うん。はい、ですから、その study に、はい、ing をつけてあげた study にますね。なんていう具合になったよ、ということでございました。はい、こんな具合でですね、現在分詞を使った形容詞適用法というのが、この4の1の話題でございました。何々しているなんとか、何々しているなんとかね、まず名詞を置いて、その後に ing。はい、後ろから前、何々している何々。ね、こんなような引っかかり方でございました。はい、ということで4の1。またね、次回以降、今度は過去分詞の形容詞適用法であったりね、あとは、まあ、関係代名詞等々もね、範囲になってくる学校もあるんでしょうか。まあ、ぼちぼちね、その先も見ていきたいなと思っております。では、今日はこんなところでした。